アルスター管弦楽団は、イギリス、北アイルランドの首都ベルファストを本拠地とする、北アイルランドにおいて、唯一のプロフェッショナルオーケストラである。定期公演は主に、ベルファストのアルスターホール及びウォーターフロントホールで行っており、1985年からは BBC、プロムスにも常連として参加している。アルスターとは北。 アイルランドを含むアイルランド東北部の地方名である。1966年に北アイルランド芸術評議会により設立され、初代主席指揮者にモーリス・マイルズ、コンサートマスターに、ヤーノシュ・フィルストが据えられた。BBC 北アイルランド管弦楽団が1981年に解散したのをきっかけに奏者を吸収して規模を拡大した。歴代の主席指揮者に、 ブライデン、トムソン、バーノン・ハンドリー、ヤン・パスカル・トル・ツリエ、ドミトリー・シトコベツキー、ティエリー・フィッシャー、ケネス・モンゴメリーらがいる。ハンドリーは2003年から死去する2008年まで警官指揮者の地位を保持していた。また、1997年から2005年には、ユーアサ・タクオが、2009年から2012年には、チェリストのポール・ワトキンスが、主席客演指揮者に迎えられていた。 2011年より主席指揮者に就任したジョアン・ファレッタは歴代主席指揮者の中で初のアメリカ人指揮者かつ初の女性指揮者である。当楽団にはアソシエイトコンポーザー及び景観アーティストのポジションがあり、共にベリファスト生まれの作曲家イアン・ウィルソンとフルート奏者ジェームズ・ゴールウェイが任についている。商業録音はチャンドス・ラクソス、 ドッカータクラシックスなどのレーベルにイギリス音楽を中心に行っている。講演の模様はラジオアルスター、BBC ラジオ3により放送される。ありがとうございます。